先ほどペリスティリウム白虎完全制圧の砲が届きました。ついに落としましたか。思いのほか手間取りましたな。シドールスタインはいかがしました？現在行方を捜索中です。しかし白虎クリスタルを押さえたのであれば彼は何もできないでしょう。はい、我がスザクによるオリエンス統一、ここになされる。まだダメ、あともう少し。レム？レムさん？時の歯車は大きな音を立て回転する。そして戻れぬ時を刻む。一つ、二つ、三つ、四つ、時は満ち、始まりの封は切れる。そして世界に雷の小音響かん。つまりこれはクリスタルの意志。九と九は九を迎えしてき、式の数は脈の接し、すべてにおいて意味がある。そして始まりの風に消してき、すべてにおいて意味がある。この日、世界が変わった。突如、空は赤くなり、海は漆黒に塗りつぶされた。見たこともない様式の神殿が現れ、世界はルルサスという敵に埋め尽くされた。スザクでは院長を含めた各局長とも連絡が取れなくなり、ルシシュユやマキナも行方不明になった。支持系統を失った候補生たちは世界を凌辱しているルルサスに挑み殺されていく。院内は混乱の一途を極めた。その中でクラスゼロが行っていたミッションコードクリムゾンの存在が露見した。クラスゼロは不満の吐け口としてスケープゴートとなっていった。フィニスという判決。の時が来たんだ。みんなあのルルサスって奴らに殺されるんだよ。落ち着け、みんなの不安を煽るな。うるさい。そもそもお前たちクラスゼロが来てから何もかもおかしくなったんだ。そうさ、何が幻のクラスゼロだ。そうやって都合の悪いことを全て人のせいに。みんなちょっと前まで僕たちに頼ってたのに手のひらを返して攻め立てている。ふん、
どうせ私らは嫌われ者だよ。私たちはマザーやスザクのミッションをこなしてただけだ。誰かに感情をぶつける理由が欲しいのさ。鬼を飼っていた者がいつしか鬼として追われるようになる。昔からよくある話ですね。にゃー、もう一体全体どうなってるの？わけがわかんないよ。落ち着いて状況を整理しましょう。一番の問題は、そうですね、まずはやっぱり あれです。 あの珍しいこともあるもんだ。クイーンもパニクるんだね。そんなことを言ってる場合じゃありません。レムさんが目を覚まさないんですよ。レム、急に倒れてそれっきり起きないなんて、病気だったんだよね。なんで隠してたんだろう。こちらに心配をかけまいとした、そういうことだろう。そうだろうな。隊長の話をしているときはいつも嘘をついているようだった。ほへ、セブン、そういうのわかるんだ。ん、みんなはわかってなかったのか。レムの病気は随分と前からだったらしい。今の医学では治らないとマザーが言っていた。医療科の話でもファントマの弱り具合からもう目覚めないかもしれないと言われました。みんな心機臭いな。もうちょっと前向きに行こうよ。そもそもマキナのやつはどこに消えたんだよ。おい、レムのピンチだったのにしょうがねえやつだったが。マキナのことを私たちが覚えているということはマキナが生きている証拠だ。でもどこにいるってんだ。なんだかクラスゼロがバラバラになっていくみたいですね。暗すぎるって。でもさすがにこの状況はちょっとへこんじゃうよ。いい？暗くしてたってレムは目覚めないし、マキナも見つからないよ。そんなに暗くなってるとみんなでどんどん沈んでやがて沈没。明るく振る舞っても同じことだろ。違う違う、前向きになれば前向きな未来が描けるんだよ。いい案も出やすくなるんだって。お？はあ、ジャック。何？生まれて初めてあんたを尊敬したよ。いやー照れるなーって。褒めてないよねそれ。いじけている暇があったらまずはできることからだな。少し情報を集めよう。封は切られ、魂の解放はなされた。マザー、今のは？あなたたちはたどり着けるのかしら？え？私が求める刹那の、いえ、虚空の先、涅槃寂静のごとき可能性。マザー、それって何の話？最後の1ページは自分たちで記しなさい。ん？あなたたちはただの一度も生き方を選んではいないのだから。生き方を選んでいないって？クイーン、あなたならわかるでしょ。
アカシェの書ですか？そう、クリスタルの意志、全ての運命を記した書。あなたたちはその書に記された通り、ただ忠実に命令を全うし生きてきただけ。そんなこと。だから最後だけは選びなさい。これは私が最後にあげる人としての自由。そう、あなたたちは人なのよ。人には生まれを選ぶ自由はない。でも人だけがどう生き、どう死ぬかを選ぶことができる。だから選びなさい。そしてアカシャの書に自ら記しなさい。マザー、いつもと感じが違ったね。なんかよ、いつも以上に話が分かんなくて頭がぐちゃぐちゃになりそうだぜ。だいたい俺らが人なのは当たり前じゃねえのか。おい、マザーは選べと言った。私たちは何を選べばいいんだ。院長、各局長を見かけた方は速やかに司令室までご連絡ください。よ、お前ら、こんな時に司令室で何やってるんだ。こんな時だからだよ。困ったもんでさ、院長が行方不明なんだ。何ですって。まったく、この非常事態にって思うだろう。議会とも連絡がつかなくて、おまけにドクターアレシアも捕まらない。マザーも、はじめはルルサスってのにやられたのかとも思ったけど、覚えてるから生きてはいるってことだ。それでは今は誰が朱雀をまとめているのですか。誰もいないから困ったって話だよ。命令系統は完全崩壊、仕方ないからここだけは仕切ろうと思ってさ。で、どういう状況なんだ。悲惨だよ。ルルサスとかいう化け物は朱雀に進行中。撃退に向かった候補生たちは手も足も出ない。何人も死んだよ。朱雀の候補生たちが。聞いたところによると、ルルサスってのは聖者のファンタマを破壊するらしい。つまり治癒が効かない。ち、被害がでかいわけさ。早くどうにかしないと。もう命令は降りてこない。頼れるのは自分と仲間だけだ。新しい情報が入るかもしれないから、また顔出してくれ。俺のできることはそれくらいなんでな。手の空いている方は負傷者の治療にご協力ください。候補生は持ち場を離れず防衛体制を整えてください。
そうだ、お前らには伝えておく。広告のシドが例の神殿に入った。シドが一体何をするつもりだ。さあな、開幕。どうした。引く手が。これじゃ神殿に近づけない。このままじゃ全滅だ。じゃあダメだ、助けてくれ。おい、どうした。落とすを。くそ、他の連中はダメだ。まさか全滅。お前ら、あそこに近づくなよ。かの地、選ばれし者のみが入ることを許される。その者天理天道に触れ、まことなるものを手にするだろう。それは利害の利、アギトへの断り。それは力、アギトへ至る王権。そして賢者は語る。すべてにおいて意味があり、すべてにおいて意味が明ける。選択せよ、断りか王なる力か。我はなろう、アギトへと。鐘を鳴らそう、世界を震わせ伝えよう。九と九が九を迎えし時、四季なる底脈動せし。そして始まりの風が切れし時、イカズチのごとき小姉が響かん。我ら来たれりと。何それ。無名の書と言われる本の一節です。シドがアギトになるっていうのか。そうは言ってませんが、状況が似通っていたので思い出しただけです。ちょっと似すぎだね。あの男がアギトになったら、スザクはどうなってしまうのでしょう。簡単に見過ごせる問題でもなさそうだな。皆さんにお話があります。準備ができたら教えてください。現在こちらでも状況が把握できていません。分かり次第お伝えしますので、浅はかな行動を起こさないようお願いします。これは個人的な放送になりますが、こんな状況になってしまいましたが、頑張りましょう。私は何があっても最後の時までここで放送し続けます。ですから皆さんも諦めないでください。以上、放送室からでした。うん。改まって話ってなんだ。スザクの背後に現れた神殿のことです。あれを知っているのか。審判の地、バンマデン。あの神殿の奥では審判者と呼ばれる者が、この世界にアギトが生まれたのか、その最後の審判を行うために待っています。外の世界に溢れているルルサスも関係があるのですか。ええ、あれはアギトなき世界を消し去る者たち。最後の審判の結果遺憾ではいなくなるのかもしれません。かも。はい、その先はここには書いてありませんから。マザーが言ってた最後の1ページ。そうですね。それで俺たちに何をしろと。それは私が決めることのわけないじゃないですか。皆さんは何をしたいのですか。え、何したいって。ねえねえ、その審判者とかは何がしたくて審判してるの。審判者がしたいことですか。それはクリスタルに与えられた使命を全うすることではないでしょうか。ふーん、でもそんなの私たちは知ったことじゃないよね。そうだな。
アギトが生まれねえ世界を消す？はあ、私もそんなの許した覚えはないね。ではどうしますか？ルルサスからスザクを、世界を守りますか？いやいや、ただの候補生が世界を守るとかおかしいでしょ。ただの候補生かは置いといて、どちらにせよ僕たちは命令のない戦いを知らない。最後の1ページは私たちが決めろか。どうする？俺たちの選択肢はそれほど多いわけじゃないだろう。ルルサスに立ち向かい、スザクを守るか。このままここでルルサスがスザクを滅ぼすのを待つか。どっか逃げちゃうってのも良くない？審判者とかいうやつが親玉なら、そいつをぶっ倒すって手もあるんじゃないの？あ、それだと俺らのいつもの任務っぽくて分かりやすいな。おい、誰かを守りながら戦うとか、もう全然性に合わねえし。アギとならざる者、審判者の前に立ちしとき、その命無に帰るだろう。は？無名の書にはそう書かれています。書の記述が正しいのなら、審判者のもとに行くにはアギトになるしかないのかもしれません。いきなりアギトになれと言われて簡単になれるものなら、誰かがとっくになっているはずです。そうでしょうね。そもそも今はマザーがいないことをお忘れですか？あ、そうです。マザーがいないと私たちは戦闘離脱時に目覚めることができません。だね。私らマザーがいないまま戦ったことなんてないもんね。じゃあこのまま黙ってスザクと共に滅ぶのか。回復は役割を分担して俺たちでやればいい。おは、ナイスアイデア。忘れたのですか？ルルサスに負わされる致命傷はファントマンに及びます。回復する術はないんです。何を選んだところで死ぬだけか。まるで死に方を選べって言われてるみたいだね。どうやって死ぬのかっていうのは、どうやって生き抜くかってことでもあるんじゃないかな。あんた、たまにうまいこと言うんだよね。アテンション、クポ。星姫なのか。シドはかの地にて誠なるものを手に入れた。まさかシドがアギトに。お前たちも向かうのならば私が送り届けよう。なぜだ？かの地は人の身ではたどり着くことはできない。道を開けるはルシのみ。今のスザクにルシはいない。だから私が代わりをしてやろう。ハッ、罠なんだろ。これは私の選択。お前たちは好きに選べばよい。ただし時間はない。私が人の意志を保っていられるのは蒼龍に危害が加わっていない今だけだ。
ぜ息子すら殺した俺たちをこの地へ送った。恨みつらみは消えぬ。しかし今私はカヤ様が見御事をかけた未来を信じてみようと思っている。カヤ様。アンドリア・カヤ総領女王。え、女王様のことを覚えているのですか。ルシになりし時、女王の竜より記憶を戻されたのだ。カヤ様には未来を見る力があった。だからミリテスに行くことは自らの死を招くとも分かっておった。じゃあどうして。それが必要だと思うたのだろう。カヤ様はそれを選んだ。そして私も。双竜クリスタルの意志とは別の道を今。そうか、これで私は全てを失うのか。仮面に縛られ赤時の守護として我が子を失ってまで国と民を守り続けたか。ここまでなのだな。それが私の選んだ道か。お前たちも選べ。自らの道を自らの意志で。そして生き抜き死んでみせろ。おい、何なんだよ。落ちたんだ。それって。ええ、彼女はもうこの世界にはいません。貴様らに審判を与えよう。マザーのこと知っているのか。まさかシドとこんな形で戦うとは思ってませんでしたね。偉そうに。我が棚心で存分に死に始めよう。分かれて括弧撃破が良さそうだ。行こう。